絶好枠1号艇今泉優吾の陰線に人気が集まりました。締め切り前3連単1二3一3二に人気が集中しています。11レースは2つ目の選抜戦です。進入インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。インコース1号艇の今泉トップスタート、3コース3号艇前澤もいいスタート。1周の1枠先手は1号艇の今泉、差しに構える2号艇土屋、握っていく3号艇の前澤、内をついて4号艇の小倉、6号艇吉村、1号艇今泉は失速している状況、なおスタートは正常でした。1周の2マークトップ争いは内側から6号艇吉村誠がトップターン打っていく、握っていく4号艇小倉、この位置切り込んでいく2号艇土屋智則で直線コース、先頭争いですが6号艇吉村誠が現在のところ2点進リードか。2番手争い外4号艇の小倉、内2号艇土屋、波をまたいで並走状況、これから2周の1マークです。2周1マーク先頭で6号艇の吉村誠、2番手握っていく4号艇小倉が2号艇土屋を突き放しにかかっています。2番手4号艇小倉が現在のところ4点進リード、3番手争い内5号艇山崎、外2号艇土屋並走状況、1号艇今泉は今2周の1マークを待ったところ、これから2周の2マーク5艇が待っていくところです。先頭で6号艇吉村、2番手で4号艇小倉クリア、3番手握って2号艇土屋智則の上位の体型6番4番2番、このまま決まりますとこのレースはかなりの後輩と決着となるか。これから最終周回の1マークです。最終周回の1マーク焦点は3番手争いか、内目運んでいく5号艇山崎を握ってかわしていったか2号艇土屋、3番手2号艇土屋智則のリードの方は現在は3点四半差、4番手5号艇の山崎、後方3号艇前澤、1号艇今泉、これから最終周回の1マーク回るところ、3連単6、4、2なら3006倍検討となっています。これから最終コーナー、3番手争い2号艇土屋が勝ち取って6番4番2番で超後輩と決着、1着6番の吉村誠ゴーリン、2着で4番の小倉、3着で2番の土屋がゴーリン、4着で5番の山崎、5着で3番の前澤、そして1号艇の今泉優吾が今最終コーナーを折り返して最後の直線コースに帰ってきました。1号艇の今泉がラスト6番手で今ゴールを通過しています。